語彙機能文法は言語学の理論的フレームワークの一つであり、生成文法の一種である。1970年代にジョーン・ブレスナンとロナルド・カプランによって創始された。統合論を中心とし、形態論や意味論との関係も扱う。音韻論に関してはあまり研究が進んでいない。LFG では言語を多次元の構造からなるものとしてみる。各次元は固有の規則。 概念、形式を持つ独立した構造で表される。LFG 研究において第一に定式化された構造としては以下のものがある。例えば、The Old Human Eats the Farafal という文の C、ストラクチャー解析によれば、この文は二つの部分、名詞句と同詞句からなる。VP 自身も二つの部分、同詞ともう一つの NP からなる。NP も、 同様にそのような構成要素に分解して解析される。最終的に単語単位にまで分解して文の構造を明らかにする。一方 F ストラクチャー解析では文を主語、述語、時制目的語といった機能ユニット群で構成されるものとして扱う。LFG で仮定される構造には他に次のようなものがある。これらの構造が 相互に共生しているということができる。LFG の言語概念は、ノーム・チョムスキーの理論とは異なる。チョムスキーの理論では、独立したレベルの構造表現間で変換によって逐次的なマッピングがなされる。LFG は日本語のような構造と機能の直接的な関係が希薄な言語で特に成功している。そのため、LFG 信奉者は、それが言語の汎用モデルとして、 より妥当であると考えている。LFG の他の特徴は、受動体化のような文法機能変形操作が語彙的とされる点である。これは例えば、能動受動関係が2つの公文機の関係というよりも、2つの動詞間の関係であることを意味している。能動体の動詞も受動体の動詞も語彙としてリストアップされ、 文法機能に関与するものの代替マッピングに関わる。語彙及び構造と機能の分離における生成過程の過程を通して、LFG は公文構造上に定義された変換を使わずに、統合的パターンを説明できる。例えば、ホワット D d you see? という文で、ホワットは C の目的語として理解され、生成文法のディープストラクチャーではホワットを C の後に置く。 LFG はホワットが2つの機能を持つと分析する。すなわち疑問の焦点と目的語である。疑問の焦点としては英語の疑問文における本来の位置を占め、言語の制約によってそれが目的語としても扱われることになる。LFG 研究の主な目標は計算言語学が求める形式主義的な確かさで効率的に 公文解析可能であると同時に、言語学が求める深い文法のモデルを構築することである。ありがとうございます。